金ブルービーチ訓練場は沖縄県近町にある在日アメリカ海兵隊の訓練場。当初は海兵隊の娯楽施設であったが訓練場として使用されるようになった。他の基地と合わせ近町の総面積の約56%が米軍施設となっている。金ブルービーチ訓練場は北側のキャンプ運線とつながる専用道路を持ち、また西岸には 金レッドビーチ訓練場もある。2007年2月11日、米国海兵隊第31海兵隊、遠征部隊が、金ブルービーチトレーニングエリアに上陸。水陸療養教習艦 USSSX が使われている。金ブルービーチ訓練場は、近町の近岬にある海兵隊の訓練場であり、上陸訓練のための730メートルの海岸は、 キャンプ温泉からの水陸出動の場として使用、また上陸用集艇やホーバークラフト等を使用した上陸訓練、水上輸送訓練、上陸訓練、通信訓練などが,が行われている。以前は訓練のない時は海水浴場として地元住民にも解放されていたが、現在は立ち入りができない。緊張は住民への解放を要請している。年に一度、 旧暦3月3日の重要な浜下りの儀式時期に2日程度解放される。緊張は山手に巨大なキャンプ運船と自衛隊施設、また海岸沿いには金レッドビーチ訓練場と金ブルービーチ訓練場があり、町の総面積の約56%が米軍施設となっている。ありがとうございます。